戦乱の世はなかなか終わりませんよね。解説の霧雨マリサです。激動の時代ってありますよね。サポートの白霊霊夢です。足利尊氏が生きた時代は戦いの連続ですよね。コンパク用務です。今回は室町幕府の成立をやろうと思うぜ。鎌倉幕府の滅亡動画と被る部分や、すでに紹介したため、短縮した部分もありますが、その点はご了承ください。他にも、キャストの関係で史実では、足利忠義の言葉ではなくても、足利忠義の発言になったりする部分もありますが、その点もよろしくお願いいたします。この時代に関しては様々な説があり、この動画で紹介した話もあくまで一つの説でしかありません。新資料の発見などにより、変わってくる場合もあるので、あくまでエンターテイメントとして見るようにしてください。それじゃ、始めましょうか。時代背景や室町幕府を設立する、足利尊氏の紹介から行きましょうか。鎌倉幕府の滅亡動画と被ってしまうんだけど、1318年に即位した後醍醐天皇は、両党鉄立などの制度に大きな不満を抱いていたわけだ。両党鉄立っていうのは、大覚寺党と持明院党があり、交互に天皇になる仕組みのことですよね。大覚寺党の後醍醐天皇は天皇の位は、持明院党ではなく、自分の子に継がせたいと思っていたわけだ。他にも、後醍醐天皇は政治は天皇が見るべきだと考えて、鎌倉幕府に不満を抱えていたのよね。後醍醐天皇は、鎌倉幕府のことを遠いなんて、呼んだ話もありますからね。後醍醐天皇は、幕府に反旗を翻すべく、実行に移すんだけど、こうした状況の中で足利尊氏が足利家の当主となる。足利家は鎌倉幕府の有力御家人でもあるし、先祖をたどると、河内源氏の棟梁である、八幡太郎義家になるのよね。ちなみに、八幡太郎義家は天皇の血を引く人物となるぜ。八幡太郎義家の子である義国が足利僧に下校し、義国の子、義安が足利姓を名乗ったのが、足利家の始まりなんですよね。足利尊氏自身は、天皇家の血筋を引いていることを誇りとし、後醍醐天皇を崇拝していたとする見方もある。でも、足利尊氏は、鎌倉幕府、北条家の傘下にいたのよね。足利尊氏は、本来であれば足利家を継ぐ立場にはなかった。足利尊氏には腹違いの兄である、足利尊義がいましたからね。足利尊氏と尊義は腹違いの兄弟なんだけど、足利尊氏と忠義は母親が同じなのよね。足利尊義の母親は北条家の血統だったこともあり、北条家と結びつきが強かったわけだ。足利尊氏の母親は上杉家出身だから、北条家との結びつきは、それほど強くないよね。足利尊氏は尊王思想が強いとも考えられているんですけど、母親の影響が大きかったのではないか、と考える人もいますよね。話を進めるけど、尊氏の父である貞氏が隠居すると、尊氏の兄である尊義が足利家を継ぐことになる。でも、尊義は父親である貞氏よりも、早く亡くなってしまうのよね。普通であれば足利尊氏が後継者になるんだけど、足利貞氏が現役復帰し、死ぬまで尊氏に家督を譲らなかったわけだ。貞氏が尊氏に後継者を譲らなかった理由は、尊氏が北条家に弓を引く可能性を危惧した話もありますよね。しかし、貞氏が亡くなると尊氏は、足利家の後継者となるぜ。喪中の尊氏のところに、鎌倉幕府から使者が来るのよね。その様子を見てみましょうか、兄上。幕府から使者が来たと聞きましたが、どうなされましたか。鎌倉幕府は、後醍醐天皇が笠置山で挙兵したから、わしに出兵せよ、と申しておる。すでに幕府は大軍を後醍醐天皇がいる、笠置山に向かわせているはずですが、わしに出兵要請が来るということは、幕府軍は笠置山で苦戦しているに違いない。赤坂城に籠城する後醍醐天皇方の、楠木正成や森吉親王も奮戦しているのでしょうな。わしは天皇に弓を引くのは、幕府の命令では、出陣しないわけにはいくまい。その通りでございます。我らは、これより出陣いたす。はは。ついに、足利尊氏が出陣しましたね。これが激闘の始まりなんだけどね。この時に、足利尊氏がどのように考えていたのかは不明なのですが、一説によると次のように考えたとされています。我が幕府軍は7万5000に対して、後醍醐天皇の朝廷軍は、わずか3000しかいません。後醍醐天皇は3000の兵士でも、堅固な笠置山に籠城しておる。
笠置山は侵攻の対象にもなっていますし、幕府軍は本腰を入れて攻めることができないのでしょう。それはありそうじゃな。幕府軍の須山義隆が大規模な家計を行い、笠置山に火を放ったようです。須山義隆は正気なのか。敵対しているとはいえ、笠置山には後醍醐天皇がいるのじゃぞ。幕府はこれ以上戦いが長引けば、後醍醐天皇が全国に出した臨時に従う武士が増えることを恐れたのでしょう。笠置山は侵攻の対象にもなっているというのに、幕府軍としても3000の後醍醐天皇の軍にいつまでも苦戦しているわけにもいかなかったのでしょう。しかしこれで幕府軍の勝利は決まったな。その通りでございます。幕府軍の罰当たりな攻撃の前に、朝廷軍は敗北を喫し、退却中に後醍醐天皇は捕虜になったんですよね。でも、後醍醐天皇方の楠木正成や森吉親王は、後醍醐天皇が捕まっても、赤坂城で頑張っていたのよね。太平記によると幕府軍は30万の兵力で、赤坂城を囲んだとも言われているぜ。実際には幕府軍の兵力は、10万程度だとも言われているよね。10万でもすごいと思いますが、赤坂城の楠木正成の采配は見事なものよ。赤坂城は、四方を幕府軍に囲まれて、500の兵士しかいないのに、持ちこたえておりますな。楠木正成は、隙を見せれば自ら攻撃してくるし、油断できぬ相手じゃ。楠木正成は傭兵の達人ですな。幕府軍も攻撃はやめて、兵糧攻めに切り替えるようじゃな。それが賢明でございましょう。森吉親王や楠木正成は赤坂城に火を放ったようでございます。楠木正成も奮戦したが、兵糧が切れてはどうしようもないようじゃな。これで鎌倉に帰れますな。そうじゃな。楠木正成や森吉親王は城に火をつけただけで無事に退却したのよね。ここが後醍醐天皇との違いなんでしょうね。鎌倉幕府の首脳部は後醍醐天皇を沖に流すと、妖刀鉄立のルールに従い、持明院統の黄金天皇を即位させたわけだぜ。一説によると、足利尊氏は新しく即位した黄金天皇に、いとまごいもせずに、鎌倉に帰還したとも言われているんですよね。黄金天皇に挨拶もせずに、鎌倉に引き上げたことで、尊氏の心はすでに後醍醐天皇にあったと考える人もいるよね。足利尊氏は、後に黄金天皇には、かなりお世話になるんですけどね。後醍醐天皇の笠置山と楠木正成、森吉親王がこもった赤坂城が陥落したことで、鎌倉幕府の首脳部は、足利尊氏を15位の城に叙すことになるぜ。幕府は褒美によって、足利尊氏の心をつなぎ止めようと考えたんですよね。話を進めるけど、生き残った森吉親王や楠木正成らは、河内などで倒幕運動を続け転戦したわけだ。後醍醐天皇も、楠木正成らに呼応するかのように、沖を脱出し、蜂起の戦場山で挙兵することになるのよね。幕府も後醍醐天皇を鎮圧するべく、再び足利尊氏に出兵要請するんですよね。ここで足利尊氏は、次のような行動を取ったとされています。後醍醐天皇が蜂起国戦場山で兵を挙げ寄った。名越高家と共に幕府軍の司令官として、出陣してもらいたい。名越高家殿と出陣するのは構いませんが、こたびの戦いは長期戦となることは確実でしょう。そこで、足利家の嫡男である千住王と妻の投資の同行をお許し願いたい。千住王と投資を同行させたいというか、高氏の奴はすでに、後醍醐天皇に内通しているのではなかろうか。人質である千住王と投資を渡すのは危険すぎる。心配めさるな。そなたの妻子のことは私が責任を持って保護する。そなたには、戦のことだけを考えてもらいたい。そうですか。足利尊氏が北条高時に、妻子の同行を願い出たのは、すでに後醍醐天皇に願えることが、決まっていた説もありますよね。この時に、楠木正成や森吉親王は千早城に籠城し、幕府の大軍を相手に奮戦していたわけだ。楠木正成は少ない兵士でも、最大限活用する天才的な武将なのよね。足利尊氏も幕府軍を率いて、自分の所領である丹波まで行くんですよね。足利尊氏は自らの居城である丹波まで行くと、幕府に対して反旗を翻すことになる。その時の様子を、見てみましょうか。
わしは幕府に反旗を翻そうと思う。叔父の上杉の里野も、倒幕を実行するように意見してましたな。後醍醐天皇の臨時は、すでに三河に達した時に得ておる。ならば、我らも源氏の棟梁として、倒幕の檄を各地に飛ばすことにしましょう。これより、洛中に入り六原丹大を攻略することにいたす。はは。ついに、鎌倉幕府の最有力御家人である、足利尊氏が幕府に反旗を翻しましたね。足利尊氏が幕府を裏切った理由なんだけど、様々な説がある。太平記だと父の墓中に出兵要請してくる、鎌倉幕府の首脳部に恨みを抱いたような話になっているよね。他にも、叔父の上杉のりふさの進言があったとか、全国的に鎌倉幕府への不満が高まっていたなどの説もありますよね。中には、後醍醐天皇のあまりの美しさに足利尊氏が、心を奪われたなんていう説もあるくらいだからね。でも、足利尊氏がなんで幕府を裏切ったのか、正確なところは不明なんですよね。足利尊氏は、鎌倉幕府に反旗を翻すと、六原丹大の攻略に取り掛かるわけだ。これから六原丹大の、攻略に取り掛かることとする、赤松則村殿や、佐々木道与殿なども、我らと共に戦ってくれるようです。我らは圧倒的に優勢じゃ。幕府の出先機関である六原丹大を一気に攻め落とすのじゃ。六原北方の北条中時、南方の北条時政らを討ち取りましょう。ついに、六原丹大が落ちましたね。六原丹大の京都守護である北条中時や時政は、鎌倉に撤退しようとするんだけど、途中で殺されているぜ。六原丹大が陥落したことで、近畿は幕府の勢力下ではなくなったのよね。それでも、鎌倉幕府には本拠地である、東国が残っているんですけどね。東国では神津家の国にいた新田義貞が幕府に反旗を翻して、鎌倉幕府の本拠地である鎌倉を目指したわけだ。新田義貞も先祖をたどれば、河内源氏の家系であり、足利家と同じ、八幡太郎義家と繋がっているよね。太平記だと足利尊氏と、新田義貞はライバルのような関係になっていますよね。実際には、足利家は代々にわたって鎌倉幕府の北条氏から、正室を迎えたこともあり、足利家の方が新田家よりも圧倒的に、武家としての地位を確立していたようだぜ。足利尊氏が御家人のトップにいるのに対し、新田義貞は中規模な御家人だった説もあるよね。でも、新田義貞は鎌倉幕府を滅ぼした人物として、名を残すことになるんですよね。新田義貞は、神津家の国で挙兵した時は、わずか150騎だったんだけど、次々に武士が合流し、大勢力となるわけだ。足利尊氏の鎌倉幕府への人質だったはずの、千住王や妻の当氏は無事に鎌倉から脱出していますよね。足利尊氏の子である千住王も、新田義貞に合流したんだよね。足利尊氏のもう一人の子である竹若丸は、捕まって殺されていますよね。足利尊氏が幕府に反旗を翻した、代償はあったってことよね。新田義貞は、激戦を繰り返すも、なんとか鎌倉幕府を滅ぼしたわけだ。最近の研究では、鎌倉幕府は中興し、全盛期だった話もあり、正確な滅亡理由はわからないともされていますよね。でも、1333年の5月に鎌倉幕府が、新田義貞の攻撃により滅亡したことは確かよね。鎌倉幕府が滅亡すると、論功行賞が行われることになります。後醍醐天皇が、論功行賞を行ったんですよね。そなたの六原丹大攻略の働きは見事であった。わしはそなたを勲功第一と考えておる。はは。そなたには旧北条家の領地など30箇所の所領を与えることとし、14位の下に助したいと思う。ありがたき幸せにございます。さらに、私の名前である高春から一字を取り、足利尊氏と名乗るがよい。返記まで授かるとは、恐悦至極でございます。そなたを鎮守府将軍に任じることとする。はは。足利尊氏は征夷大将軍じゃなくて、鎮守府将軍に任命されたんですね。専門家の意見が分かれていて、この時に足利尊氏は征夷大将軍の位を望んだとする説もある。でも、足利尊氏は無欲な人で官位や恩賞に対しては、それほど興味がなかったとする説もあるよね。足利尊氏は、六原丹大は滅ぼしたけど、鎌倉幕府の本拠地を攻略したのは、新田義貞であり、新田義貞に脅威を感じていた説もあるぜ。
新田義貞に武家の統領の座を奪われてしまうのではないか、と考えていた説もあるんですよね。新田義貞も倒幕の功労者として、後醍醐天皇は評価しているからね。ただし、新田義貞は楠木正成からは、徳もなければ人望もない、と評された話もあり、どれだけの脅威だったのかは不明ですよね。後醍醐天皇は自ら兼務の申請を行うにあたって、鎌倉幕府が擁立した光厳天皇は無効だとし、廃位したわけだ。摂政や関白も廃止し、自らが政治を行おうとしたのよね。後醍醐天皇の兼務の申請が始まるんだけど、楠木正成、新田義貞などは新政権で要職についている。足利尊氏は、何を思ったのか兼務の申請では、側近の河野諸直が久保どころになっただけで、尊氏自身は新政権では要職に就任しなかったんですよね。後醍醐天皇の政権の中枢に足利尊氏がいなかったことから、世間では、尊氏なし、と言われた話が賠償論にあるよね。このような状況の中で森吉親王は、後醍醐天皇に次のように進言しています。父上、私を征夷大将軍に任じていただきたい。我が子ではあるが、わしは森吉親王は不可能。それでも、森吉親王は楠木正成と共に戦った倒幕の功労者じゃ。不可からと言って冷遇するわけにもいかんな。わかった。そなたを征夷大将軍に任じることとしよう。武士に対して、求心力がある足利尊氏を牽制する意味で、北畠近房、秋家の親子を陸奥将軍府に任命してはどうでしょうか。それは妙案じゃな。北畠近房、秋家の親子に、範吉親王をつけて欧州に行ってもらおう。足利尊氏は危険人物です。くれぐれも用心なさるように、む。森吉親王が陸奥将軍府に推薦した北畠顕家が、後に足利尊氏を苦しめることになるんですよね。森吉親王は武士の統領とも言える征夷大将軍に任命されるんだけど、後醍醐天皇は公家を重用し、武士を冷遇する政治を行ったわけだ。後醍醐天皇は、鎌倉武士の掟である20年土地を所有すれば、自分の領地になる、という制度にメスを入れたのよね。武士の中には、土地を没収されるものまで出てしまったんですよね。武士の不満の受け皿になったのが足利尊氏だったのよね。後醍醐天皇は理想を掲げて、政治を行ったんだけど、結局は時代が合わずに、その場しのぎの政治となってしまい、朝令暮改が当たり前になるぜ。この当時の二条河原の落書には、近頃、都で流行したもの、領地、強盗、偽の臨時、なんてのもありましたからね。それに対して、足利尊氏は武士たちに証文を与え出し、武士たちの求心力を高めていったわけだ。足利尊氏は東国だけじゃなく、大友、島津、阿蘇などの九州の武士たちとも交流を持つようになったのよね。森吉親王は足利尊氏を危険視していて、足利尊氏襲撃計画を立てたとも言われているぜ。その時の様子を見てみましょうか。征夷大将軍になった森吉親王が、我らを襲撃する計画を立てているようです。森吉親王が武士の完全なる統領になるには、我らが邪魔に感じるのじゃろうな。森吉親王に失脚してもらわねば、我らの命がいくつあっても足りませぬ。森吉親王は、後醍醐天皇とうまくいってはおらぬ。後醍醐天皇と森吉親王を罹患させては、どうじゃろうか。後醍醐天皇の寵愛する皇妃の蓮氏殿は、自分の子である範吉親王を後継者にしたくて、森吉親王を邪魔だと思っているはずです。ならば、蓮氏殿に、森吉親王は皇位の簒奪を企んでいる、と、後醍醐天皇にけしかけてもらってはどうじゃろうか。そのようにいたしましょう。残りの問題は、楠木正成の存在です。楠木正成と森吉親王は、倒幕で共に戦った盟友でもあるからな。楠木正成殿には、紀伊の旧幕府勢力の鎮圧にでも行ってもらい、その隙に、後醍醐天皇に森吉親王を処罰させるように仕向けるべきです。我らが生き残るためには、森吉親王の排除だけではなく、武士の本拠とも言える、鎌倉を押さえておく必要があるはずじゃ。ならば、私を幼少の成吉親王を奉じて、鎌倉将軍府に任命するように、後醍醐天皇に兄上が掛け合ってみてはいかがでしょうか。そのようにいたそう。蓮氏は森吉親王のことを後醍醐天皇に讒言し、森吉親王は征夷大将軍を解任されることになるぜ。足利忠義も鎌倉将軍府に任命されることになり、鎌倉に移動したんですよね。さらに、楠木正成が紀伊に遠征している間に、森吉親王は後醍醐天皇の命により、
捕らえられることになるのよね。森吉親王の身柄は、鎌倉将軍府にいた足利忠義に預けられることとなり、すべては足利尊氏と忠義が思い描いた通りになったわけだ。でも、ここで問題が発生するんですよね。鎌倉幕府が滅びてから、2年後になる1335年になると、北条時行が諏訪頼重に擁立され、信濃で大規模な反乱が起きることになる。北条時行は、鎌倉幕府の最高権力者であった、北条高時の意地なんですよね。北条時行は若年であったために、実際には諏訪頼重が首謀者となるぜ。諏訪頼重も兼務の申請で土地の一部を失った人でもあるから、後醍醐天皇の政治に不満を持っていたのよね。北条時行の軍は、破竹の勢いで進み鎌倉奪還に動いたわけだ。鎌倉には、足利尊氏の弟である足利忠義がいるんですよね。足利忠義は、北条時行の軍を迎え撃つことになるのよね。その時の様子を見てみましょうか。北条時行の軍勢は、小手差しが原で今川則光の軍勢を破り、武蔵府中では小山秀友を破るなど、破竹の勢いじゃな、よし。兄者に救援要請し、わしは北条時行の軍と井手の沢で決戦を挑んでくれようぞ。北条時行の軍に攻撃をかけよ。ぬ。ここは、鎌倉に撤退じゃ。兄上の援軍もまだ来ぬし、鎌倉であっても、持ちこたえられそうにないな。しかし、わしはただでは負けぬ。鎌倉にいる森吉親王を生かしておけば、旧幕府軍と結託し、後の災いとなるやもしれぬ。森吉親王を処刑した上で撤退することとする。倒幕の功労者である森吉親王が殺されちゃいましたねー。歴史を見ると、殺せる時に殺さなかったことで、後で逆襲を受けて追い詰められるのは、よくあるパターンだから、仕方がない部分もあるよね。足利忠義は、足利尊氏の子である千住王や成吉親王を連れて無事に、鎌倉から脱出することに成功するぜ。朝廷の方では、北条時行討伐の人選を、誰にするのか悩んでいたのよね。ここで、北条時行討伐に、足利尊氏が名乗り出ることになります。北条時行の反乱を鎮圧するための、人選に悩んでおられると聞いております。その通りぜ。私の弟である足利忠義は窮地に陥っておりまする。私を征夷大将軍に任命し、北条時行討伐を命じていただきたく存じます。ぬ。こやつを征夷大将軍に任じてしまったら、武家政権が誕生してしまうではないか。ならぬ。わしは北条時行の反乱討伐は、違う者に任せたいと思っておる。そうですか。後醍醐天皇の命を待っていたら、弟の忠義は討ち死にしてしまうではないか。その通りです。わしは、忠義が討ち死にするのは我慢がならぬ。わしは後醍醐天皇の命令を待たずに、出陣することとする。お供いたします。足利尊氏は弟思いですね。一般的に足利尊氏は軍事の才能があり、弟の忠義は政治の才能があると言われているぜ。足利尊氏と足利忠義は、性格は違えど、仲が良かったとされているよね。足利尊氏は忠義を救うために、後醍醐天皇には、何も告げずに出撃したんですよね。尊氏の行動に、焦ったのが後醍醐天皇となるぜ。何？足利尊氏がわしに無断で出陣したじゃと。足利尊氏が北条時行を勝手に鎮圧したとなれば、わしのメンツは丸つぶれじゃ。よし、足利尊氏には正統将軍に任命することとしよう。後醍醐天皇は意地でも、足利尊氏に征夷大将軍の位を与えないようにしているようにも見えますよね。征夷大将軍の位は、足利忠義と鎌倉を脱出した、成吉親王が任命されることになるのよね。足利尊氏は出撃すると、北条時行の軍を次々に打ち破り、あっという間に、北条時行の乱を鎮圧してしまう。足利尊氏は戦いには滅法強いからね。ちなみに、北条時行や諏訪頼重が朝廷に反旗を翻し、足利尊氏に鎮圧されたことを中仙台の乱と呼ぶぜ。中仙台の乱で、諏訪頼重は亡くなったんだけど、北条時行はまだ死んではいないのよね。
北条時行の乱が鎮圧されても、足利尊氏は鎌倉に残り、後醍醐天皇がいる京都に戻らなかったんですよね。足利忠義は、鎌倉を本拠地にして、武家政権を作ろうとしたとも言われているよね。一説によると、足利尊氏と忠義の間で、次のようなことがあったとされています。なお、最初の方でも言いましたが、足利尊氏は本心では、後醍醐天皇に敬愛の念を抱いていたとも言われています。兄上には、当分の間、鎌倉に残ってもらいたい。後醍醐天皇は、わしには、さっさと京都に戻ってこいと言っているのじゃが、兄上がいなくては、東国は収まりませぬ。そうか。兄上、こたびの戦いで功績があった者に、恩賞を与えたいと思っております。手柄のあった者に、恩賞を与えるのは、後醍醐天皇の役目であり、わしらにその権限はないはずじゃが、後醍醐天皇が武士に褒美を、与えてくれると思っておられるのか。それは、後醍醐天皇は武家を礼遇し、公家を厚遇することから、武士の中には、武士は公家の奴隷になってしまった、と言い出す者まで現れている始末ですぞ。むむ、我らが恩賞を与えれば、後醍醐天皇も折れて追認するやもしれませぬ。そうじゃな。それを願うしかあるまい。一日も早く後醍醐天皇の許しを得たいものじゃな。私が誰にどれほどの恩賞を与えればよいか考えることにしましょう。わかった。頼む。私は恩賞は、このように与えたいと思います。足利と同族の柴家長殿が奥州管領になっているし、新田義貞殿の神津領も恩賞として、別のものに与えることになっているではないか。兄上が戦場で手柄を立てたものに、他人が治めている土地まで、恩賞として与える約束をしてしまったために、そうなってしまったのです。そうか。しかし、これでは、武家政権を作るという完全なる意思表明ではないか。あと、軍則の官である新田義貞追討の檄文も私の名前で各地の武士に発しておきました。そのようなことまでしたのか。わしは後醍醐天皇の許しを得ることを切に願う。何、足利尊氏が勝手に、論功交渉を行っておるじゃと。しかも、私を軍則の官だとし、各地の武士に、檄文を送っておる模様です。恩賞を決めることができるのは、わしだけじゃ。尊氏め、許せん。さらに、尊氏の弟の足利忠義は、中仙台の乱の時に、勝手に森吉親王を殺害してしまいました。そういえば、尊氏の奴はわしの許可を得ずに、勝手に兵を集め東国に行ってしまいおった。どういたしましょうか。尊氏は朝敵じゃ。そなたが東国に向かい、鎌倉にいる足利尊氏を討伐せよ。はは。大変です。どうしたのじゃ。兄上が朝敵にされて、後醍醐天皇は新田義貞を総大将とし、鎌倉に進撃している模様です。なに?わしが後醍醐天皇の朝敵になってしまったというのか、武士に与えた恩賞のことが、問題になったのでしょう。そうじゃな。恩賞は私が考えて行ったことであり、兄上のせいではありませぬ。慰めにもならぬ。わしは、もうダメじゃ、だ。大丈夫ですか。わしは元結も切り、上皇明治に引きこもることにする。兄上、今は一大事であり、そのようなことをしている場合では、ございませぬ。わしの心は折れた。あとは、お前にすべて任せた。いざという時に、足利尊氏が使い物にならなくなってしまいましたね。でも、足利尊氏は心が折れやすいかと思えば、戦場でわざわざ危険な前線までやってきて、笑っていた話もあるよね。このことから、足利尊氏は、躁鬱だったんじゃないかと考える専門家もいるぜ。足利尊氏が寺に引きこもったことで、足利忠義が出陣して、新田義貞の軍と戦うことになるのよね。足利忠義って、戦いは上手いとは言えませんよね。新田義貞は、東海道を進軍して矢作川の戦い、詐欺坂の戦いで足利軍を破り、新田義貞の軍と足利忠義の軍で、手越川原の戦いが勃発することになる。この時に、東国の武士をかき集めた足利忠義の軍は10万に対し、新田義貞の軍は6万7千だったと言われているよね。手越川原の戦いは、新田義貞側から見た方がわかりやすいので、新田義貞側から解説します。兵の一部を温存し、残った兵で足利忠義と戦うようにせよ。
今日も日暮れじゃな、引き上げるようにせよ。温存していた兵士で夜襲をかけることとする。ぬぬぬ、敵が夜襲を仕掛けてくるとは、仕方なしじゃな、撤退せよ。手越川原の戦いは、新田義貞は最初から一部の兵を温存し、夜襲を狙っていたのよね。新田義貞は、大平記で関心に例えられる武将だけのことはありますよね。足利忠義が新田義貞に敗れると、足利家に対する求心力が低下し、佐々木同様などの武士たちが次々に新田軍に寝返ることになるぜ。足利家存亡の危機よね。この時に、あの男が蘇ることになります。な。何？忠義が手越川原で新田義貞に大敗し、味方が次々に、新田軍に寝返っておるじゃと。忠義様は箱根で踏みとどまっておりますが、戦況は不利です。わしが出陣することにしよう。後醍醐天皇と敵対することになりますが、大丈夫なのですか？忠義が死ねば自分が生きていても無益である。よって、出陣するのじゃ。わかりました。わしは出陣することに決めたぞ。はは。足利尊氏が復帰したことを知ると、佐々木同様などは、再び足利軍に寝返ることになります。それも、戦いの最中に寝返ってくれるんですよね。これにより、あっけなく新田軍は崩壊し、箱根、竹の下の戦いは足利軍の勝利となるのよね。新田義貞は敗走することになるんだけど、ここで足利尊氏は決断を迫られることになるぜ。無事に新田義貞の軍を打ち破ることに成功したの。すべては兄上のおかげでございます。このまま新田軍を追撃し上洛すべきであろうか。私は鎌倉に戻り鎌倉を本拠地とし、頼朝公のように、東国に幕府を開くべきだと考えております。頼朝公も挙兵し平家を破ると鎌倉に帰っておるからな。さらに、東国の武士たちは鎌倉に帰りたがっておりまする。しかし、今の我が配下には西国の武士も多く含まれておるし、西国の武士らは京都に進撃することを望んでいよう。しかし、武士の伝統を重視し、鎌倉に引き上げることが重要だと考えております。西国を手に入れても維持するのは難しいはずです。京都を抑えることができれば、全国政権が誕生することも夢ではないはずじゃ。む、京都は物資が集まってくる場所でもある。ここが重要だと感じるのじゃ。そうですか、わしは決めたぞ。新田軍を追撃し、京都を抑えることとする。京都に進撃するのであれば、後醍醐天皇と戦うことになりましょうぞ。我らの現在の立場は、強敵じゃからな。京都に進撃するのであれば、後醍醐天皇に退位させられた、持明院等の皇后上皇とも、連絡を取ることが肝要でございます。現在の我らは逆賊じゃ。正当性を得るための工作も必要じゃろうな。皇后上皇に、新田義貞追討の院宣を出してもらうことにしましょう。そのようにせよ。我らは京都に向かって進軍することとする。はは。足利尊氏の軍勢が京都に向かうと、後醍醐天皇も動き出します。この時の後醍醐天皇には、後醍醐三傑の楠木正成、北畠顕家、新田義貞の三人がいたのよね。足利尊氏が京都に迫っておる。どうするべきであろうか。京都で足利尊氏の軍勢を迎え撃つには、厳しいかと存じます。京都は守るのが難しい地形ですからな。欧州から足利尊氏の軍勢を追いかける形で、北畠顕家殿がこちらに向かっていると聞いております。北畠顕家の軍は、近日中に京都に入ることになるじゃろうな。ならば、京都を足利尊氏に一旦は取らせておいて、南から新田義貞殿が攻撃し、北からは私が足利軍に攻撃を加えましょう。そこに、北畠顕家殿が攻撃に加われば、足利尊氏を包囲殲滅することができそうですね。わかった。わしは近日中に比叡山に退き、足利尊氏の奴を京都におびき寄せることとしよう。京都に入ったが何かおかしいぞ。北畠顕家や新田義貞の軍が攻めてきました。このままでは、我らは包囲されてしまいまする。ぬぬ。一旦、西にある篠村八幡宮まで退け。はは。よし。再び兵士を集結させることができたぞ。我らは、これより再び京に進撃することとする。はは。
足利尊氏が再び京都に攻めてきたようじゃが、どのようにするべきじゃろうか。私に策があります。言ってみよ。ごにょごにょ。わかった、そのようにせよ。足利尊氏は京都に入りますが、朝廷軍は存在せず、30人ほどの僧侶がいたともされています。これが楠木正成の罠でもあるのよね。京都には軍勢が誰もおらぬではないか。そなたらは何をやっているのじゃ。新田義貞殿、楠木正成殿、北畠顕家殿らが討ち死にされましたので、供養するための遺体を探しているのでございます。それは本当なのか。もちろんでございます。教えてくれたことに感謝いたす。どうやら新田、楠木、北畠などの五大五天皇型の有力武将は討ち死にし、兵は逃走してしまったようじゃ。なるほど、それで洛中はもぬけの殻だったわけですな。わしは急いで軍勢を各地に派遣し、追撃を行おうと思う。はは。大変です。どうしたのじゃ。楠木正成の軍が比叡山から降りて我が軍を吸収してきました。楠木正成は生きておったのか。まずい。我が軍は各地に兵を派遣してしまった。我が軍の兵士は少ないですし、敵の勢いは鋭く、戦うのは困難な状況です。むむ。仕方なしじゃ。丹波まで撤退せよ。はは。楠木正成は、さすがに名将ですね。南北朝時代で、最も戦いが上手いのは、楠木正成かもしれないよね。この時に、足利尊氏の軍は大混乱に陥り、逃げる者、自害する者、出家してそうになる者まで出たとあるぜ。この後に、足利尊氏は九州の軍勢を呼び寄せたり、弟の忠義に20万の軍勢を預けて総大将とし、朝廷軍と戦わせることになるのよね。五代五天皇も動くことになります。正成のこたびの働きは大変見事である。超越至極でございます。今の足利軍であれば兵の数は多くても打ち破ることはできるでしょう。ならば我ら三名で出陣し、足利尊氏を破ってみせましょうぞ。頼もしい言葉じゃな。足利軍は兵力が多いですし、油断ならぬ相手です。確かにそれはある。そこで、正面から新田殿と北畠殿で攻撃し、私を友軍として見てはどうでしょうか。それは、面白そうな案じゃな。私も楠木殿の意見に賛成です。私も異論ありません。ならば、やってみよう。足利忠義と新田義貞、北畠顕家、楠木正成の戦いのことを手島川原合戦と呼ぶんですけど、五代五帝三傑が集結していますよね。このメンツだと足利尊氏だったらともかく、忠義には荷が重そうな感じがするよね。手島が藁で、足利忠義軍20万と五代五三傑の戦いが始まるわけだ。戦いの内容を見てみましょうか。ここは絶対に負けられぬ。我が軍の方が兵力で勝っておりまする。兵の多さを生かして戦えば勝機はあるはずです。その通りじゃ。朝廷軍を攻撃せよ。はは。新田義貞、北畠顕家などの名将が相手であっても、足利忠義は奮戦し、互角の展開となります。太平記の記述だと、均衡を崩したのは楠木正成なのよね。その後の展開を見てみたいと思います。大変です。どうしたのじゃ。楠木正成の軍勢が後方に現れました。何？それでは我が軍は挟み撃ちにされてしまうではないか。楠木正成は大きく迂回し、我らの後方を狙っていたようです。楠木正成にやられたわ。ここは撤退するしかあるまい。追撃を受けますが、仕方なしじゃ。ここで撤退せねば全滅じゃ。はは。足利忠義は西宮まで退却し、足利尊氏と合流することになります。兄上、申し訳ございませぬ。敗れました。仕方なしじゃな。朝廷軍は迫ってきておりまする。再び戦うしかあるまい。死力を尽くしましょう。朝廷軍は強く、今の我らに勝ち目はなしじゃな。逃げましょう。仕方なしじゃな。この時に、足利尊氏らは大敗し、九州に逃れることになる。運よく大友や大内などの水軍が到着してくれたおかげで、
高氏や忠義は撤退に成功するのよね。足利高氏は倒幕の時に共に戦った九州にいる将棋定常を頼ることにしたんですよね。大敗北を喫した足利高氏なんだけど、高氏たちが逃げる時に奇妙な現象を楠木正成は見てしまう。その時の様子を見てみましょうか。足利軍を破ったのに浮かない顔しているのはなぜでしょうか。あれを見よ。逃げ惑う足利軍に何かあるのですか。朝廷軍として戦った兵馬でもが朝廷軍を去り、足利高氏に付き従っておる。む後醍醐帝から人心が去ったのかもしれぬ。わしはこれ以上追撃したいとは思わぬ。夜になったら兵を引くようにせよ。はは。この話が本当かどうかはわからない。もちろん高氏の船に乗れる人数もあると思うんですけど、高氏が九州で再スタートを切るときは2000の兵士しかいませんでしたからね。でも高氏が九州から反撃に出て港側で戦うときには太平記には50万の兵がいたともされるから、全くの作り話でもないんでしょうね。まあ太平記の数字をそのまま信じることはできませんけどね。足利高氏、忠義らは九州に落ち延びるんだけど、楠木正成は後醍醐天皇に次のように述べた話がある。今日は帝にお願いがあって参りました。どうしたのじゃ。足利高氏を召し返して和睦をしてもらいたく存じます。足利高氏は先に朝廷軍が撃破したではないか。なぜに和睦をせねばならぬのじゃ。私は見ました。戦いに敗れたはずの足利軍に朝廷軍の多くの武士が付き従っていくところです。むむ、今の帝に得がないことをご理解いただきたく存じます。なに、足利高氏らは必ずや九州から反撃に転じます。その時に今の朝廷軍では防ぐことはできませぬ。何を言っておるのじゃ。私は卑しき者ですが、武略においては間違いはございません。速やかにご決断ください。ぬぬ、何を言っておるか。九州に落ち延びた足利高氏と和睦などできるはずもない。そなたは考えすぎじゃ。帝に得がないとか、楠木正成はよく言いましたよね。楠木正成は、忠臣であるからこそ、後醍醐天皇のことを思って言ったんだろうね。楠木正成は、後醍醐天皇の得がない、発言により、謹慎処分になったとする話もありますよね。楠木正成は、後醍醐天皇の政治の限界に気がついていて、足利高氏に武士をまとめさせるのが、一番だと考えていたとする専門家は多い。楠木正成は、新田義貞の首を足利高氏に届けて、和睦するように、後醍醐天皇に進言したとする話もありますからね。九州に落ち延びた足利高氏なんだけど、こちらでも、試練があったわけだ。大変でございます。どうしたのじゃ。我らが頼ろうと思っていた将棋定常殿の本拠地である太宰府が、菊池武俊により陥落し、将棋定常殿は自害したそうです。九州にも、我らに味方してくれる者もいれば、敵対する者もいるということじゃな。将棋定常殿は亡くなってしまいましたが、息子の将棋頼久殿が我らを迎え入れてくれるようです。よし。九州の武士や豪族に、我らに内応するように仕向けることとしよう。菊池武俊を倒さねば、先には進めますまい。そうじゃな。足利高氏は菊池武俊と戦うことになりますが、自分の軍勢がわずか2000で菊池武俊の軍勢が2万もいることを知ると、次のような状態になってしまいます。あそこにいるのが、菊池武俊の軍勢じゃな。2万はいるでしょうな。あの大軍に勝てる気が全くせぬ。わしは切腹することとする。ちょっと。お待ちを、我らは2000しかおらぬのに、敵は2万もおる。この九州の地でわしが菊池武俊に勝とうとするのは、無理があるのじゃ。それで、諦めたのですか。わしも武士なら潔く切腹するしかあるまい。お待ちください。敵は確かに大軍ではあります。しかし、将棋より久殿からは九州の多くの勢力は日和見を決めており、戦意は低いと聞いております。それでも、我が軍は圧倒的に不利じゃ。我らは、菊池武俊のみを攻撃するようにし、他の日和見勢力には手を出さなければ、我らに寝返る可能性もあります。切腹しなくても良いというのか、その通りでございます。わかった。切腹はやめじゃ。わしは多々良浜で菊池武俊と決戦を挑むこととしよう。足利高氏も出家してみたり、切腹すると言い出したりして、変な行動が多いですよね。徳川家康もピンチになると、切腹を言い出した話もあるから、
天下人には、こういう行動が必要なのかもね。足利尊氏2000と菊池武俊2万の軍勢が、多々良浜で激突します。世に言う多々良浜の戦いのことですよね。部隊を2つに分けて、わしとそなたで連携して、菊池武俊の軍と戦おうと思う。私が先陣となりましょうぞ、は。わかった。頼む、菊池武俊の軍のみを攻撃するようにいたします。他の九州の武将は菊池武俊に従っているだけで、戦意は低いし、我らに寝返ってくれるやもしれぬからな。その通りでございます。では、行ってまいります。砂ぼこりが舞っておるし、我らは風上に立っておる。今がチャンスじゃ。菊池軍を攻撃せよ、はは。どうやら菊池武俊の軍以外は、戦意がなく、戦いに参加する気はなさそうです。我らと菊池武俊の軍のみが戦っております。敵は2万いても戦闘に参加する者が少ないようじゃな。一気に押し切るのじゃ、はは。どうやら、菊池武俊が予備の兵力を投入してきたようです。む。むむ。このタイミングで来るのか、我が軍が押されています。わしはもうダメかもしれぬ。わしの袖を兄者に届けてはくれぬか。ただ義様は、死を覚悟なされたのですか。その通りじゃ。兄上のところまで早く行ってほしい。わかりました。なに、ただ義が窮地に陥っているじゃと。その通りです。ただ義様は自分の袖を高氏様に届けてほしいと、私に託されました。む。むむ。これより、ただ義の救援に行くこととする。わしも陣頭で指揮を取り、自ら戦闘に加わることとする。はは。そなたは、後方に下がれ。ここはわしに任せておけ。助かります。菊池軍に猛攻を加えるのじゃ。はは。我が軍が優勢でございます。このまま一気に押し込むのじゃ、はは。あ。あれは、どうなされましたか。菊池軍として参戦していた松浦軍が、菊池武俊を裏切り、我らに味方したようじゃ。松浦殿は菊池軍の攻撃に入りましたし、菊池武俊に反旗を翻し、我らに味方する者が続出しておりまする。よし。総攻撃じゃ、はは。菊池武俊の軍は、見かけの数だけは多かったんですけど、士気が低く、日和見を決め込んだものが多かったんですよね。戦いが始まっている状態で裏切られたら、菊池武俊に勝ち目はないよね。多々良浜の戦いに勝利したことで、足利尊氏は九州を統一することになる。多々良浜の一戦で、足利尊氏は九州の全ての勢力を取り込んだとも言われていますよね。足利尊氏は九州に逃亡してから、わずか2ヶ月で復活し、再び朝廷軍と戦うことになるわけだ。さらに高氏は、後醍醐天皇に廃位させられた、光厳上皇から院宣を発行してもらい、新田義貞討伐に向かうのよね。新田義貞討伐は名目上ですけどね。足利高氏の元には、次々に兵士が集まり、陸軍と水軍を合わせると50万の大軍になったとする話もある。陸軍を足利忠義が率いることになり、海軍を足利尊氏が率いたんですよね。足利尊氏を迎え撃つ新田義貞の軍は、5万しかいなかったともされているぜ。例の太平記の記述なんだけど、戦力差がありすぎよね。普通にやっては、絶対に朝廷軍は敗れることから、楠木正成は、後醍醐天皇に次のように述べたとされています。この度は、意見したことがあります。帝に意見するとは何事であろうぞ。まあよい。私が現在の状況を考慮してみますに、新田殿といえども、普通に戦っては足利軍を破ることはできませぬ。何か策があるのか、京都は先の戦いでも実証されたように、攻めやすく守りにくい土地柄でございます。なるほど。帝は、比叡山に臨行し、足利尊氏の軍を京都に入れるように仕向けます。うむ。新田殿と私で京都を南北から封鎖し、尊氏軍を飢えさせ、その上で決戦を挑むべきです。なるほど。私は反対です。戦いが始まってもいないのに、帝が比叡山に逃げてしまったら、帝の権威は失墜することになるでしょう。確かに、前回のことも考えると、わしは1年に2度も比叡山に逃げたことになるな。それよりも、
別の人のに新田殿の援軍に行ってもらい、高氏軍と戦った方が良いはずです。これはわしに玉砕せよ、ということか。今までに戦いに勝利してきたのは、帝の運の力であり、武士たちの力ではありませぬ。なるほど。楠の木殿には、新田殿の援軍に行かせるべきです。まさしげよ。そなたは新田義貞の援軍に行ってもらうこととしよう。こうなったからには、私は意義を挟もうとは思いませぬ。新田殿の援軍に行くことにしましょう。軍事の天才でもある楠の木正成の意見を、後醍醐天皇は却下しちゃったのよね。実績ある軍人の意見よりも、軍事の素人である公家の意見を聞いたことが、勝敗を分けたとも言えるな。こういう変な行動をすると、負けちゃうんですよね。どのみち兵力差がかなりあるから、厳しい戦いは想定されるんだけどね。楠の木正成が率いる兵士はわずか500騎であり、死を覚悟した話が残っているぜ。軍事の天才だからこそ、朝廷軍に勝ち目がないことが、分かってしまったんでしょうね。死を覚悟した楠の木正成は息子の楠の木正面に、次のように話したと言われています。次の戦いで天下の行方は決まることになるじゃろう？朝廷軍が勝てば後醍醐天皇の天下ですが、足利高氏が勝てば、政治の実権は足利高氏が握るのですね。わしと高氏のどちらかが、死ぬことになるであろう。覚悟はしております。そなたは、帰るがよい。父上はこたびの戦いで死ぬおつもりですね。私も父上と一緒に戦って、死にとうございます。ならぬ。わしはお前を連れて行くわけにはいかぬ。なぜでしょうか。わしの意志を引き継いでほしいからじゃ。わしに代わり後醍醐天皇を守ってもらいたい。私に漢の高祖雄峰を守った鬼神のようになれということでしょうか。その通りじゃ。何があっても後醍醐天皇を見捨てないでほしい。わかりました。後醍醐天皇のために忠義を尽くすことが親孝行だと考えよ。はは。これが桜井の別れと呼ばれるようになるのよね。楠の木正成には悲壮感がありますよね。楠の木正面も名将であり、後に南朝の武将として、貨幣で北朝の軍を破ったりもしたよね。楠の木正成は、新田義貞と共闘することになるんだけど、新田義貞には、次の話をしたと言われています。この度は、援軍に来てくれたことに感謝いたします。私は後醍醐天皇に、次のように進言しました。そうでしたか。こたびの戦いは苦しいものになりそうですな。すでに逃亡兵も多く出ているし、足利高氏に寝返ってしまった者も多数いる。兵の数では圧倒的に、我が軍は劣っています。兵数が劣っているからといって、ここで逃げてしまったら皆に笑われてしまう。こたびの戦いは、勝敗を度外視して挑みたいと思う。新田殿は朝廷軍の司令官でございます。無理に命を落とす必要はありませぬ。わしは鎌倉を攻め落とす大功を挙げてから、朝廷軍の総大将に立ち、世間の注目を集めてきた。重責を背負ってきたわけですな。わしは、高氏には箱根で敗れ、播磨攻めでは帰参、白旗城攻めでも失敗しておる。こたびは玉砕覚悟で戦場に行こうと思う。他者の目など気にせず、退くべき時は退くことが了承のするべきことです。鎌倉を滅ぼしたことや高氏を九州に追い払ったのは、新田殿の武徳によるものだから、侮る者はいないはずです。そうであるか。新田殿が玉砕する必要はない。朝廷軍は悲壮感が溢れていますよね。次は、足利高氏の方を見てみたいと思うぜ。おお。山鳩がやってきて船に泊まったではないか。わしが生まれた時に、山鳩が家に泊まったとも聞いておる。これは非常に縁起が良いことぜ。新田義貞の軍からは離脱する者が、多く出ていると聞いております。我が軍の勝利は間違いなしぜ。細川水軍の恐ろしさを見せてやりましょうぞ。朝廷軍とは、えらい違いですね。足利高氏の軍勢と朝廷軍が戦った港川の戦いは、高氏軍50万、朝廷軍5万なんていう話もあって、兵力で言えば高氏軍が圧倒的に有利だったようね。10倍まではいかなくても、足利軍は朝廷軍の倍以上の兵力がいたんでしょうね。港川の戦いでは、陸軍の足利忠義の軍勢を、楠の木正成が退治し、新田義貞が足利高氏率いる海軍の上陸を防ぐ形となるぜ。楠の木正成は名将だけあって、貨幣でも足利忠義の軍勢を防いでいたのよね。戦いが動くのは、
細川水軍が新田義貞の軍の東側に上陸しようとした時だな。新田義貞は東側に上陸されてしまうと、退路が断たれてしまいますし、上陸を阻止しようと、軍を東に動かすんですよね。これを見透かすかのように、細川水軍の後方にいた船は反転し、後方の船が上陸に成功したわけだ。足利尊氏も上陸に成功したのよね。楠木正成の軍と新田義貞の中間地点に、足利尊氏が上陸したために、楠木軍と新田軍は切り離されてしまい孤立することになる。新田軍は側面を取られてしまったし、楠木軍は背後を取られたことになるよね。楠木軍は包囲され、この時点で勝敗は決したとも言えますよね。ここで楠木正成が最後の奮戦をすることになります。足利尊氏の軍が我が軍の後方に上陸したために、我が軍は戦場で孤立してしまったようです。む。我らはすでに退路を断たれておりますし、足利尊氏は我らに襲いかかってくるはずです。目の前に百合区軍大将である、足利忠義の首を取る鹿勝呂はあるまい。我が軍は少なく、足利忠義の軍は多い。圧倒的に不利な状況ですぞ。そのようなことは分かっておる。やるしかあるまい。両翼の兵は最低限とし、中央に兵を集めよ。はは。中央の足利忠義の軍勢に突撃せよ。楠木正成が突撃を敢行したか。さすがは名将楠木正成じゃ。楠木軍の苛烈な突撃に我が軍は押され始めています。楠木正成は一発逆転を考えてわしの首を狙っているのじゃ。その通りです。忠義様が意地になって応戦する必要はありませぬ。兄者が後方から攻撃を仕掛けてくれるまで持ちこたえればよいのじゃ。陣を後方に移せ。はは。我が方の存在は半分を超えていますし、後方からは足利尊氏の軍に攻撃をかけられております。まだまだじゃ。奮戦せよ。はは。もはや我らには、70機ほどしかいません。軍は壊滅状態です。勝敗は決したな。無念者が近くの村に身を隠すこととしよう。仕方なしですな。どうやら、我々もここまでのようじゃな。自害するしかありますまい。お前はもし生まれ変わったら、何になりたいと思うか。7度生まれ変わっても、強敵を滅ぼす存在でありたいと思う。その通りじゃ。わしもそのように思う。自害しましょう。そうじゃな。楠木正成と楠木正末の最後が、七将報告、となり、語り継がれることになったのよね。陳平、上領に例えられる知将、楠木正成の最後の戦いは、地防を駆使した戦いではなく、玉砕戦法になってしまったわけだ。楠木正成の評価は時代とともに変わるんですけど、後世に与えた影響は大きいですよね。楠木正成の生き様は、幕末の志士や水戸光圀公などに、多大な影響を与えたからね。港川の戦いなんだけど、楠木軍が崩壊しても、新田義貞は、まだ戦っていたわけだ。新田義貞が敗れてしまえば、京都まで一気に行かれてしまいますからね。しかし、新田軍も足利の大軍の前には、歯が立たず、総崩れとなり、撤退するしかなくなるわけだ。新田義貞は撤退するときに、自分の乗っていた馬を弓で射抜かれてしまい、馬を失うことになります。その時の話を見てみましょうか。馬も失ってしまい。これでは、逃げ切ることは無理じゃろうな。私の馬を使ってください。そなたのような若武者から恩を受けるわけにはいかぬ。昔、私は疲労困憊で軍令違反を犯したことがあります。普通であれば、その時に処刑されてもおかしくもないのに、義貞様は、部下の疲れによる判断の誤ちは、大将たる者の責任である、と言い、私を許し自らの責任としました。あの時の恩を返そうと思います。馬はここに置いていきます。私は敵陣に、突撃をかけたいと思います。待て。わしの不甲斐なさから、若者の命を奪い、今までの戦いで多くの一族や多数の兵を失っておる。これはすべて、わしの責任じゃ。小山田高家と新田義貞の話は、太平記の古本には書かれていないため、創作ではないか、とも言われていますよね。しかし、新田義貞は港川の戦いでは死なずに、
撤退したことは間違いない。開戦前に楠木正成が言った、退く時は退くのが了承、という言葉を実践したようにも思うよね。港川の戦いは、結果で考えれば足利軍の大勝なんだけど、楠木正成、新田義貞の奮戦により、足利軍も多くの損害が出た話もある。楠木正成も新田義貞も、家兵ながら死に物狂いで戦ったわけですからね。でも、これで朝廷軍は崩壊しちゃったのよね。港川で戦った足利尊氏、忠義、楠木正成、新田義貞と思いは違えど、みんな悪い人ではない気がしますよね。港川の戦いが終わると、後醍醐天皇は比叡山に移り、足利尊氏は京都を制圧することになる。尊氏が上洛を果たすと、光厳上皇を迎え入れて、院宣を発行し、弟の光明天皇が即位することになるのよね。天皇に即位するためには、三種の神器が必要であり、三種の神器は後醍醐天皇が持っていたわけだ。足利尊氏は後醍醐天皇には僕を申し入れて、三種の神器を譲渡させ、光明天皇が即位することになるんですよね。この後に、足利尊氏は、後醍醐天皇を、火山院に幽閉するのよね。足利尊氏は、光明天皇から征夷大将軍に任命され、武家政権を樹立するための建武式目が制定される。建武式目が制定されたことで、室町幕府が成立するのよね。人によっては、室町幕府は三大将軍である足利義満が、室町に移った時からが、室町幕府だという人もいますよね。厳密には、この時代は足利幕府であっても、室町幕府じゃないからね。でも、これで戦乱が終わったわけじゃないんですよね。火山院に幽閉されていた後醍醐天皇は脱出し、吉野で王朝を開くこととなる。南北朝時代の始まりよね。後醍醐天皇って、人の下でおとなしくはできないんでしょうね。さらに、幕府内の対立も出てくる。仲が良かったはずの、足利尊氏と忠義も対立することになるんですよね。欧州でも南朝型の北畠顕家も健在だからね。混乱の世は収まりませんね。それじゃ、今回はこれくらいにしておこうと思います。かなりの長さになったよね。この時代は濃度が濃すぎですよね。それでも、長い動画を最後まで見てくれる視聴者の方には、感謝の気持ちでいっぱいでございます。この動画が面白かったらチャンネル登録と、概要欄から Twitter の登録をお願いします。それらを励みにして動画作成を頑張ります。それじゃ、最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。